モハメド・エルバラダイ、ムハンマド・エルバラダイは、エジプトの政治家、官僚。エジプト暫定副大統領、国際原子力機関の第四大事務局長を務めた。2005年、IAEA、e、と共に、ノーベル平和賞を受賞した。1942年、エジプトの首都カイロで生まれた。1962年に、カイロ大学法学部を卒業して、 法学位を取得し、エジプト外務省に入省して、外交官のキャリアを進み、ニューヨークとジュネーブにおいて、国際連合のエジプト代表部に勤務した。この間、1974年に、ニューヨーク大学、ロースクールで、国際法による、博士号を取得している。1984年以降は、IAEA 事務局に勤務し、法律顧問、事務局長補佐と、 幹部職を歴任した後、1997年に事務局長に就任した。2001年に再選、2005年に参戦された。1991年から続いているイラクの大量破壊兵器査察にも関わっており、2002年には UNMOVIC のハンスブリクスと共にイラク入りした。開戦直前となった2003年1月のアンポリエの報告では、 核兵器開発については、1999年までの査察でほぼ無効化できた、イラク側の態度が、協力的であれば、あと数ヶ月で査察が完了すると報告したが、査察期間の延長は行われず、イラク戦争が始まることになった。2005年、原子力エネルギーの平和的利用に対する貢献を、評価され、IAEA、e、と共に、ノーベル平和賞を受賞した。 IAEA、e、事務局長を2009年の人気切れをもって退任した後、2010年に母国であるエジプトに帰国し、同年2月に政治団体変革のための国民協会を立ち上げて、エジプトの政治改革、民主化を提唱し、ホスニームバーラク大統領による長期独裁政権に反対していた若者層やリベラル派から支持を得た。しかし、 体制派のイスラム主義団体指導者が、エジプトのイスラム教徒を惑わそうとしているなどとして、エルバラダイの殺害を呼びかけるファトワを出したため、エジプトを出国し、ヨーロッパに滞在した。2011年1月に、チュニジアで、ジャスミン革命が成功すると、エルバラダイは1月24日発売のドイツ誌、デアシュピーゲルにおいて、 チュニジアを引き合いに出し、エジプト国民も行動を起こすべきだと主張した。1月25日より、エジプト全土で大規模な反政府デモが発生すると、エルバラダイは27日に、滞在先のウィーンより帰国し、28日に、カイロ市のデモに参加したが、治安部隊によって一時難禁下に置かれた。 エルバラ大は1月30日にもデモに参加し、カイロ中心部のタハリール広場で次のように演説をした。我々の求めは一つ。ムバラク大統領の大臣だ。革命が交代することはない。それを伝えるために私はここに来た。エジプトの若者たちよ。今日は始まりの日だ。変化はすぐに訪れる。それまで忍耐を続けてほしい。 大規模デモによって2月8日にムバーラクが退陣を示唆した後、軍出身のスレーマーン副大統領が政権を異常するかに見えた際、エルバラダイは革命を起こした民衆を代表していない。古い体制が運営し、軍が先導していると述べ、スレーマーンジミエとの対話を拒否する考えを示した。2月11日にムバラクが正式に大統領を辞任し、権限が エジプト軍最高評議会に移常されると、エルバラ大は一転して、我々は何十年もこの日を待っていた。軍と協力して自由選挙の準備を進めると発言した。また、次期エジプト大統領選挙への立候補に前向きな姿勢を見せていたが、2012年1月14日、大統領選挙不出馬を表明した。2012年4月28日までに、 立憲党を設立、同党は、同年9月16日に政党としての認可を受けた。2013年エジプトクーデターが起こると、2013年7月6日、暫定首相への就任が、有力視されるも就任せず、同年7月9日、外交担当の暫定副大統領に起用され、同年7月14日、就任宣誓を行う。しかし、暫定政権による、 旧政権支持者のデモに対する攻撃で死傷者が出たことに抗議し、8月14日、在任わずか1ヶ月で辞任した。18日にはエジプトを出国し、オーストリアウィーンにある自宅に移った。エルバラダイへの国民からの支持率は非常に低く影響力が小さいため、辞任による大勢への影響はないとされた。カイロ市郊外に在住している。家族は、 ウィーンインターナショナルスクール教師のダ夫人との間にライダー及びムスタファーの日誌がいる。ありがとうございます。